原山史跡母群は長崎県南島原市に所在する縄文時代終末期の遺跡。一般に原山ドルメンとも呼ばれている。日本国内の史跡母遺跡としては最古最大級のものと言われる。1972年11月6日国の史跡に指定された。島原半島南西部の標高250メートル付近の大地上に位置する。 元三軍からなっていたが、うち第一軍は、開墾によって失われ、現在は第三史跡母軍と第二史跡母軍のみ残っている。第三軍は40機余り、第二軍は6機の史跡母からなる。1960年、1961年、1971年の3時に、渡り、日本、 考古学協会西北九州総合調査特別委員会によって調査された。36基の史跡簿ともみの圧根のある縄文時代番記土器などを検出した。第2軍は金網によって保護されていて一般人の立ち入りは困難だが第3軍は原山農村公園の一角として整備されている。東アジアの史跡簿は朝鮮半島に多く一般に テーブル式と5番式に分類されるが、本遺跡では5番式が見られる。脂跡の下には土壌を持つものと箱式石棺を持つものがあり、さらに内部に亀管を持つものも見られる。箱式石棺には極端に短くて深いものが少なく、なく、それらに埋葬された遺体は横たわる姿勢ではなく、尊虚の姿勢で屈葬されたものと考えられている。 亀館には国名突退や、もみあっこんが認められた。なお副葬品など異物は乏しいが、縄文時代晩期の土器や、石膨張が発見された。縄文文化と稲作の関係を探る上でも、注目される遺跡である。稲作伝来の時期が、縄文時代晩期に遡ると推定され、日本における稲作の伝来と開始を示す遺跡として史跡に指定された。 ありがとうございます。